転換もいろいろな考え方って、あの先生によっていろいろ違うんだけど、こうガチ持って、でこうね、彼女はこの手つかん、僕はこの手つかんで彼女を抑えたいのね。そのためにだから中心に向かってんの、この力ってね。でそこを彼女は何かしたいわけ、何かしたいって。だから、ね、一番いいのはこう来てんだけどね、ここにこう競い合ったらできないから、競い合わないで、まあこう感じてね、方向を感じて、それその線を外してこういう形ね、そういうのが基本だと思うんですよね。ここに来るんだから、ここにいたんじゃやられちゃうんだから、ここを掴んでポカって来ちゃうから、だから線を外していなくなって、あとは下に落とすとか上にやるとかあるけど、いずれにしても前はここにいたのね。でいなくなった、そういういなくなった、線外れた、それだけ でなるべくこうあんまりやらないで自然にやった方がいいんじゃないかなと思うんですね。じゃあちょっとやってみましょう。やってみた、ごめんね、やろうか。こういうのね、こういうのやったんですよね。でそういうの大好きなんだけど、あのなんていうのかな、いろいろやりましょうね。それでね、でいつもはこう打たせて、でこうね、足もこの踏ん張ってる時だと、これね、こう見ててあれしたの、踏ん張ってるのに、これ両足の力入ってるのに、ここは上がらないんだよね、これ。でもこう、おとととってこうになってたら、ほら、これだったら上がるのかって、そういう感じ。だから、あの、そう、力が上がるのかもしれないけど、その、おととってするのが、あの、大事なんでね。で打たせて、だ打たせるのにこうやって止めちゃったら、こう、次が来るんだから、だから打たせちゃって、その間に、おととにして、それでピョンってやった方がいいと思うのね。でそういう、なんていうのは、やって、たくさん稽古しないとこれできないんだけど、そういう感じ。で、こう来たね。で、今度、体が変わればこうね、取れるから。そして、体を変えて、いろいろ技やりましょう。これも最初こうやって入ってきて、体を変えれば、ね、こう、出て、こっちの方と、もう一つは、こう来てね、こう来て、ここ出て見えますよね。こう来れば、こういう形もできる。あの、いろいろ、こう寝て、こう、ね、こういうのやってみようか。ちょっと難しいかもしれないけど、こう来て、打たせて、バンって来たのを、こういう形で、ね。難しい。ちょっと足自由っていう話ね。あのみんな居ついてるのは足見ると分かるの。だいたい足が動かないから、居ついてなければ足動くんだよね。こう足動く自由だから、そういう話なのね。パッてきて、でこう足自由だから、打ってきたのを、要はさ、足とか自由を求める稽古だって言ってるんだけど、要は自由になりたいんですよね、自分たちに。で、打たれて居ついちゃったら、こうなっちゃう。でも、こういうとこ自由だったら、こう、ほら、自由だったら、こう、いなくなって、こう、足、自由でしょ。いろんなことできるの。まあそういう話。じゃあちょっとこっちの打たせたて。こう。で、自由。こう、足。で、いろいろちょっとやってみましょうか。じゃあ、お願いします。あのね、自由の話したのね。で、自由を阻害しないことなの。で、彼の自由を阻害したら、打たせないで止めちゃったら彼不自由なんだから、彼の自由はいつもキープしてるの。それが仕事なの。だから彼打たせてんだけど勝手に打ってくださいって。そう、彼は勝手に打ったので、僕も勝手なんだけどね。二人とも自由なので、彼も自由なの。
だから止められたら必ずこう来るんだよね。だから出してるの。そして彼は自由に打ったんだけど止められないから、あな、ね、自由に彼が勝手に倒れちゃった。そういうふうにやりたいわけよ、本当のこと言って。で彼の振りを束縛してなんかやっつけてじゃなくて、彼は自由で打ってきたんだけどいなかったの。だから打っちゃったの、こっち、これ打っちゃったので、こっち手が空いてたからこうやってほら、だから彼の自由なんだよね。で そういうこと考えてほしいの。みんなこうやってこういう技やるとさ、みんなこうやってなんか技かけたいから、技、俺がお前の自由を奪ったんだよっていうふうにやりたいのかもしれないけど、彼の自由だったから、ほら自由なんだから、自由を、だから自由の競争なの。あ、そういう話じゃもう教えましょう。すごい難しい。あの、いいやね、じゃあいや照明打ちでもいいんだけど、小手が、あの転換でもそうだけどさ、これ彼はこの手を止めたいわけよ。この手で何かやられちゃうんだ、いや殴られちゃうやん、殴られとか、こうねこう出してくるのだ、止めた、そういう止めたいために来てるんじゃない、パンチとか技とか止めたいのだ、止めたいの来てんだから、だあの止めさせていいですよって、止めていいですよって言ったら彼の自由なんだけど、そうじゃないのね。その時に品川さんはこうやって走ってこうやってやって、あれ難しいこと言ったんだけど、それできないから、我々はそれはうまくないからね。あのだからどうするかって話なんだけど、彼が止めに来たのを知らねえよって、そういうふうにやりたいわけ、知らねえよって、知らねえよって、俺は俺の関係ねえよって、俺の自由だよって感じでやりたいわけで、こう来た、止めに来たの。でも止めに来たけど俺の自由なんだから関係ねえよって、線外してこう自由に足ポンって足ね、足自由だって、そういうの気づきたいわけよね。そのために稽古してるで、自由って力入れたら負けちゃうの、彼の方に、彼の方が力強いの。ああ取られてからやったんじゃ全然、彼のだってなんていうのかな、いろいろ考えてんだから、僕に対応することをね考えてる、お互いに競争になっちゃうの。だから その時に、だから指だかなんかいろいろ考えたんだけど、まあいずれにしても気にしないで、こういう気にしないで、こう気にしないでこう裏取るとか、そういうその競争っていうかな、そのゲームみたいなもんだからね、あのあんまりこう、うん、こっちからっていう前にやっちゃう、力入れる前に、力入れられたらやりちゃうから死んじゃうから、だから力、あ力入れるんで、これでほらね、これで、あ彼をやっつけに行くと、やら彼をプロテクトでしょ、こうやってプロテクト、これこうやってプロテクトするじゃない、しないんだもん、ほら自由に、彼の自由だから、ほら自由だ、ほらプロテクト、やってないのね、全然こういうところで、こういうところで技かけてない、でそれでいい位置もらって自由に、でそれがエッセンスじゃないかと思うんですよね。で大体失敗してるのね、失敗してるのは技をかけに行くから、カット、技かけに行くから失敗したの、技かけに行ってないんだもん、自由なんだもん、ほら自由なんだ、自由なんだ、で技かけに行ったら失敗したの、ほら取られてやられちゃうの、だから やってないで自分がこういうふうに動いて、そういう話なんだよね。そういうことがを学ぶっていうために稽古がいろいろな形で稽古してるって、そういうふうに思った方がいいと思います。あの今日はね、いろんな意味とか、いやね、ここは知らないと、しても技がかけてない、で足自由だ、で全然技はやってないの、おっとほら知らないよ、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 そういう知らないっていう、彼の勝手、僕の勝手、
それを尊重したいっていう、そういう話ね。それで自由に動く練習、こう絶対失敗してる原因考えて、よく考えたら技かけに行ってからみんな失敗してんだから、技かけに行かないんだもん。あ、失敗なんてしないんだよ、これ失敗しないんだよ、技かけに行ってないから。で、塩投げだとか入り身投げとかそういう名前つけて技やあるけども、それは失敗するための、わざわざ失敗するためにそういう名前つけてやってるのかもしれないけど、それをやることによって失敗する、失敗していろいろ学ぶ、そういう目的ね、そういう話だった。じゃあ好きにってか、まあ自由にやりましょう。コツっていうのがあって、合気道って原理みたいなのが、あ、人の体って原理みたいなのがあって、必ず力、相手の方に入っていったらやっつけれるかもしれないけど、やられちゃうことが多いので、彼の方が筋肉強いんだからね、入っていったら絶対ダメだから外に出すっていう、外に出し引っ張りはダメ、これ引っ張ったら絶対ダメなのね、これそら力離してやってる人はどうするかもしれないけど、だから自分が中に入って出すっていう、中に入って出すっていう、それが一番強いので、出してればこういうふうに回れるの、自分が自由だから出せる、出せる、そういう原理っていうのがいろいろあって、それを学ぶっていうかな、体で、そのために合気道をしてるんだと思うんだけど、ね、力ギュッて入っちゃったら動かないの、こうなっちゃって、これ競争じゃないから、競争じゃないっていうかな、僕と彼の競争だったとしたら力入れられた方が負け、だから入れられちゃったら負けちゃったと思って、もう諦めた方がいいです。だからリセットして、そこでリセット、こうね、リセットが必要、負けちゃったんだから、これ力入られちゃったんだから、でここで競ったらやられちゃうの、絶対こっちの方が早いんだって、のやられてんだよね。だからリセットするためにほら知らんぷりして、でこう力がまた何ていうのかな、この力の意識を取らしてこうやってる、そのために当てみたとかいろんなテクニックもあるんだけど、要はその縮めちゃダメよ、それから力入っちゃダメよ、いろんな原理あるんだけど、それから四角、ここ正面だったらくっついてくるとかね、これ正面でやったら絶対ダメなの、安心の位置でやってる、いつも言ってるんだけど、安心してここ四角だったら 何でもできるの、失敗してもできるの、でもうまくいかなかったら四角だからっていう、でみんなこういう位置でスタートしたらダメで、そう原理だからね、それをいろいろ学ぶって話、でいろんなことやったんだけど、でこれも同じ、これも座ってやるのが同じ、これも出してチクッと、これダメなの、出して僕と彼の力だったら彼の方が強いんだから、だから自分の方にこうやってほら自分の中心にまとめてきてる、そういう最近やってるのね、こうまとめてるの、こう離れてない、まとめてこの手をこうまとめてきた、こうやって昔はこういう隙間を狙ってここに出してるんだけど、最近はまとめてるんだけど、エイクボだ、かわいいね。じゃあちょっと、じゃあまたやりましょう。